どうぞ。あのちゃん。こちらですね。こちらでいいですか。うん、こちらで。はい。こちらの方ですか。真ん中、真ん中に。じゃあこちらで。はい。真ん中で。どうぞ、ください。はい。それでは本日日本ユースケ投手について、トップバンコックスのスカウトの方が来られてますので、ありましたら、指名のご挨拶を取り入れさせていただきます。はい、どれがわからないのですから、はいはい、私もで、はい、座ったままで、はい、最初座って、はい、ご紹介しますので、はい、よろしくどうぞお越しください。まず今日出席しております大学のご紹介いたします。伊藤ユースケ投手、よろしくお願いします。公式野球部の部長であります高木隆一郎、よろしくお願いします。同じく監督であります菅井徳夫、学生部長であります石塚秀樹、よろしくお願いします。それからこちらの責任者であります総務次長、仙台六大学野球連盟の理事でございます佐藤光雄でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、はい、福岡バンコークス、宮田芳さんです。よろしくお願いします。こちらでも頑張らさせていきますので、どうぞよろしくお願いします。即戦力で考えますね。まだまだ鍛えないといけないんじゃないですか。もう来年からすぐに、ね、絞らないといけないで、そうですね。入って安心じゃなくて、活躍してというところをきっちり言って出せますので、それだけは出せますんで、はい、よろしくお願いします。高い評価いただくと本当に正直驚きました。ありがとうございます。即戦力の沢野が東京ポイントがありました。なんとか東京を取りたいというところで、なんとか締めできてよかったです。これからが勝負になると思いますけど、そうですね、はい、しっかり準備していただいて、その後ちょっと勉強してると思いますので。福岡来たことある？まあ、ないですね。いいとこで。九州男児になって骨を埋めるような気持ちで行かせてますんで。監督、中洲は行かなくていいですね。はい。稼いでから。しばらくは禁止。そうですね。寮も遠いですから。そうですね。はい。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、リクエストあれば、リクエストあれば呼んでくださいよ、カメラさん。握手したら手術するし、こういう感じですか。あとないですか、リクエスト。あ、すみません、じゃあこちらの方にも目線を入れて。どうですか。じゃあ反対。そうそう。サインは、うん。こっちから回ったんですか。ありがとうございます。寂しい。寂しい。死んでやすいのかな。はい。はい。はい。
あとはリクエストしてください。はい、あの本当にかぶせてもらっていいですか。本当にかぶってもらっていい。いや、あのこういう感じです。これですか。はい、じゃあお願いします。はい、こちらお願いします。はい、いきます。読んでくださいよ、読んでください。あ、見てない。そうそうそう、あ、そうです、そうです。じゃあもう一回お願いします。はい、じゃあ一回、じゃあリリースのところで止めてもらって。はい、そう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 。あ、じゃあこちらお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ最後、それならぬいぐるみも投げてもらっていいですか。投げるぐるみを投げる、ぬいぐるみをちょっとこっちに見えながら、はい、でさっきみたいな笑顔で、そうそうそう。でそれをゆっくり投げてもらって、はい、あ、そうだ。で、あ、じゃあこう投げたリリースの最後のところで止めてもらっていいですか。投げた最後の、最後の、あ、そこでぬいぐるみを見せると。はい、あ、そうそう、あ、もう一回もう一回。はい、はい、ゆっくり、まあ、はいはいはい、そうそうそう、スローで、スローで、スローで、スロー、難しいですね。止めるの。ああ、そう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 、はい、よーし、すいません。もう一回行かせてもらいます。はい、すいません。締め挨拶を行いましたけれども、いかがでしたか。そうですね、まあ、だんだんと、まあ、プロ入りの実感が湧いてきたといいますか、本当に光栄なことだなと改めて思っています。今日球団の方とこうお話をされて、球団の方から何を伝えられました。そうですね、球団側からは一応即戦力の方で考えていると、まあ、言われまして、あとは本当に怪我だったりそういうのをしないようにと、まあ、あとは本当にプロ、まあ、今日からプロという自覚を持って、まあ、行動してほしいなと言われました。こう即戦力っていうことは、こう期待値もすごい高いと思うんですが、はい、言葉を聞いてどういうふうに思いますか。そうですね、本当に光栄なことで、まあ、その期待に自分もしっかりと応えられるようにと、今日からやっていきたいなと思っています。そしてこのソフトバンクホークスっていう球団、こうパ・リーグに所属していて、この地元楽天との対戦もあると思うんですが、そのあたりっていうのはいかがですか。そうですね、まあ、一応自分はもうソフトバンクの一員ということで、まあ、地元に来てその楽天とやる機会がありましたら、もう本当に自分の成長した姿を見せれるように、まあ、頑張りたいと思います。検査での登板というのもあり得ると思うんですけれど、そのあたりはいかがですか。そうですね、本当にたくさんの地元の人たちも応援しに来てくれると思いますので、その時は本当に成長した姿を見せれたらなと思います。ありがとうございます。代表は以上です。はい、各社さんございましたらどうぞ。はい、お願いいたします。昨日あの沢村賞の発表ありまして、ソフトバンク設置投手が受賞となりますけれども、はい、同じ遠くからソフトバンクに行った選手の受賞ということで、はい、受賞ということで、だいぶ刺激にはなるのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。そうですね、本当に、はい、チームから本当にそういう素晴らしい投手が出てるということで、まあ、自分もそういった人たちについていけるように、まあ、頑張っていきたいなと、まあ、気を引き締めてまたチームにの一員として頑張れたらなと思います。すみません、テレキュー松岡です。こっち向いて喋っていただきたいんですけど、はい、来年1月には、新人合同自主トレがありますけれども、はい、そこへ向けて、向上させていきたい部分、それから、直していきたい部分あれば教えていただけますか。そうですね、本当に、まあ、プロ野球っていうのは本当に体力、うん、
1年間通して、まあ、試合をするものなので、まあ、本当に体力がたくさん必要だと思うので、まあ、そうですね、10周年を始めるにあたって本当に足腰の強化とか走り込みをしっかりしていければいいなと思っています。もう一つすみません、1位の東山投手と、だいぶ関係になると思いますが、はい、そこで負けたくないという気持ちはありますでしょうか。そうですね、本当に同じ同期として、まあ、そこは負けられないなと、まあ、同じチームとして切磋琢磨していければいいなと思っています。ありがとうございます。どうぞ、はい、東日本放送の岩崎です。今日は大川一郎、そして秋山監督の採用というのを、お話しされたということなんですけれども、はい、いかがでしょうか。大川一郎のサインをもらえるというのはなかなかないことだと思うんですけれども、そういったところで感想を。そうですね、本当ちっちゃい頃から、まあ、プレーは見てないですけど、本当監督の指揮だったりを見て育ってきたので、まあ、本当に貴重なことだと思いますし、本当光栄なことだと思います。今日締め挨拶を行いましたけれども、改めて伊藤君の印象、今日会ってみて、直接会ってみていかがでしたか。非常に好青年で、ルックスもいいんでね、福岡来たら人気が出るんじゃないかなと思いました。今日こう伊藤君とお話しされて、伊藤君にはどのような、球団としてどのような評価をして、どういうことを今日お伝えになったのか。即戦力として考えてますんで、まず、まあ、今からもうプロとしての意識で、まあ、練習してほしいなということは伝えました。やっぱり即戦力っていう言葉にもすごい期待値、球団の期待値も込められていると思うんですが、そのあたりは。そうですね、まあ、現場のニーズがですね、即戦力の左ということもありましたんで、まあ、その中でやっぱり伊藤君というのはやっぱり完成度の高い選手でありましたので、まあ、高い評価させていただきました。伊藤君に対してこうスカウトとしてはこうプロとしてどういった活躍を期待なされますか。そうですね、まあ、彼のセンスであればどの、まあ、先発中継ぎ抑えとどのポジションでもできると思いますので、とにかくまずプロに慣れて、で結果を残していってほしいなと思います。ありがとうございます。代表は以上です。はい、メディカルチェックの時ってトリティアクもう入団発表、確かそういうのようなことをだよね、言ってたような、あります。そうですね、確かこの時に話すように、まあ、投手ではないですけど、まあ、引退されまして、国語選手などが本当にそのクライマックスシリーズの最後の試合で胴上げされたのを見て、まあ、自分で投げ合うなんていう機会も持たれるかあるかもしれませんけど、ね、はい、どうですか、そういう対戦も楽しみですかね。どうでしょう。そうですね、まあ、一つの楽しみとして、そうですね、まあ、大学時代は一緒じゃないですけど、本当に東学院大学出身ということで、はい、まあ、そういう機会があれば本当に負けないように、はい、選手に負けないように投げ合えたらなと思います。はい、次です。笑顔でいいですか。はい、次です。はい、もう少しにこやかに。はい、次です。はい、ですね、はい、はい、あといちゃいけないです。いいですか。はい、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。